ではご両人、今一歩互いに近づいてごしないね。水木しげるというペンネームで貸本漫画というものを書いちょうない人、戦争で左腕をなくした人、あのお米がなみたいで。貧乏は全然平気です。命までは取られませんけん。約束は3万円と聞いてますが。売れるもん買えてくんないとお金払えないんだから。誰も妖怪に見向きもせんなら、ほら妖怪と心中するけん。金なんてある時に使った方がええが。これ中村屋のチキンカレー。苦手なものを書いてもダメだ。怒ると腹が減りますからね。いろいろ工夫してやってますよ。帰らんや。ゲゲゲの女房。しげるさんの漫画、今にきっと認められますけん。